皆さんこんにちは。2月5日にパリ五輪代表枠の発表があり、伊藤美誠選手が落選し、張本美和選手が初の五輪進出の権利を獲得しました。伊藤美誠選手と五輪代表枠については少し前から疑問視される声があり、物議を醸していました。強気すぎる伊藤より伸びしろのある張本が選ばれてよかったよ。日本卓球協会の炎上逃れでは、日本卓球協会によるパリ五輪代表予定選手の発表にネットは賛否となっていました。シングルス代表は1月に終了した選考レースの結果により、男子は張本智和選手と戸上俊介選手、女子は早田ひな選手と平野美宇選手にすでに確定していました。その他に強化本部で決める団体要員の3人目も発表されたのですが、女子が伊藤美誠選手か張本美和選手のどちらになるか注目が集まっていました。結果としては男子は篠塚大登選手、全日本選手権で準優勝した張本美和選手が選出されたことが正式に公表されました。パリ五輪選考ポイントでは伊藤美誠選手が3番手で、張本美和選手は4番手、世界ランクでも伊藤美誠選手が10位、張本美和選手が16位だったため、意外な結論にネットがざわついたものの、一方で伊藤美誠選手の問題発言との関連性を勘ぐる声もあって、問題となったのは伊藤美誠選手のある発言です。1月26日全日本選手権女子シングルス6回戦で木村香澄選手でまさかの逆転負けをし、個人での五輪出場を逃した伊藤美誠選手はインタビューで、シングルスで初の金メダルを取って歴史に残したかった、みんなと一緒に行きたかったが、その部分だけは悔しい、卓球は大好きだけどオリンピックを目標にするのはやめておけばよかったって思う瞬間がいっぱいあった。また団体戦については、私はずっとシングルスで優勝することを目標にしていて、団体戦に選出されても出るかどうかははっきり決まっていない、まずは落ち着いてどこまでやるかをしっかり考えたい、昔から良いところでやめたいと言っていたが、これで終わりたくない気持ちもあるし、終わりたい気持ちもある、いいところで終わりたいのでもう少し頑張りますと涙ながらに語っていました。この発言がふてくされている、やる気ないなら出るな、選考ポイント4位の張本を出せと SNS で炎上し波紋を呼んでいたのです。選考の結果、伊藤美誠選手は落選し、パリ五輪への切符は張本美和選手の手に渡りました。5日の会見で選考に関わった卓球女子日本代表の渡辺武弘監督は伊藤美誠選手の発言について触れ、全然それは直接言われたわけではないし、私もネット記事で知ったくらいなので、選考には全く関係してないと選出への関連性を完全否定しました。選考に関して伊藤選手も五輪金メダリストで非常に優秀な選手、本当に選考では悩みました、4人選べるなら4人目で絶対に選んでたなど苦悩を吐露。張本美和選手を選んだ理由については、世界を相手にできる実力が決め手だったことを説明しました。伊藤美誠選手のふてくされ発言との関連性を否定されたものの、 SNS では今回の選出に言及する声が止まらない。伊藤さんは喜怒哀楽が激しすぎでしょ、勝ってる時はいいけど今回みたいな状況になればモチベーションがだだ下がり、これは当然の選考だったと思うよ、あの発言もあったし伊藤選手を選ばなくてよかったと思うよ、張本選手頑張って、例の発言を知っていても知らなくても結果的に張本が選ばれてたってことね。また日本卓球協会の選考の問題点や監督の発言を指摘する意見も、選考ポイントも世界ランキングも伊藤選手が上だったのに不自然な結果、伊藤選手の発言があるにもかかわらず選んだら体裁が悪いから張本を選んだのと思ってしまうところもある。そうなら張本にも失礼だよ、心から適任だと思い張本選手を選んだという理由を話せば十分なのに、4人なら絶対選んでたとか伊藤選手への配慮なのか言い訳がましい発言はやめてほしい、本人が出たくないのを惜しくも落選みたいな体で言ってるの違和感ある。今回の選出について、選考会が始まった当初は全く選んでいただけるとは思っていなかった、すごい信じられない気持ちでいっぱいですと語った張本美和選手。いろいろともやつくこともあるが、とにもかくにも伸び盛りの15歳新生には活躍を期待したいものですね。今回の選出に五輪女王が落選した理由とはと疑問に思うファンの方もいたのではないでしょうか。東京五輪混合ダブルス金メダルの伊藤美誠選手は無念の落選、経験豊富な伊藤美誠選手を推す声もあった中、なぜ3大会連続の五輪出場を逃したのでしょうか。
団体戦要員の3枠目をめぐっては伊藤美誠選手と張本美和選手による一騎打ちの構図。女子日本代表の渡辺武弘監督は選考では悩みに悩んだ。比較というより伊藤選手は金メダリストで非常に優秀な選手としながらも、張本選手はダブルスも組めるし、パリ五輪では海外の選手と戦うことになる。いろいろ戦いぶりや上位選手との成績を総合的に見ながら、今回はふさわしいと思って選出したと選考の経緯を説明しました。前回の東京五輪で団体では3大会連続のメダルを獲得する一方、決勝で中国に敗れて悲願の金メダルには届かなかった。表彰台の頂点を目指す上で、多くの卓球関係者がダブルスが一つのキーポイントになるとの見方を示しています。伊藤美誠選手は早田ひな選手とのダブルスで抜群の相性を誇り、全日本選手権で5度の優勝を達成。平野美宇選手ともかつてペアを組むなど実績は申し分ない。ただ張本美和選手も右肩上がりに成長を遂げており、早田ひな選手や平野美宇選手とのペアリングに大きな問題はないという。馬場美香強化本部長は本誌の取材に、張本選手が平野選手と組むかどうかは監督の考えだが、いろんなことを想定していろんなペアリングを考えたいと話していました。ダブルスは練習をすればするほどコンビネーションが良くなるとの見解を示しました。さらに張本美和選手の存在がチームに相乗効果をもたらすとの声もあります。卓球関係者の一人は、伊藤選手が3枠目だと早田選手、平野選手、伊藤選手の3人が共に同級生のチーム構成になる。それよりも15歳の張本選手がいる方が、今回シングルス代表になった早田選手、平野選手が自分がやらないとというような気持ちになると思うと指摘しました。銅メダルを獲得した2016年リオ五輪は伊藤美誠選手が15歳で出場。当時27歳の福原愛さん、23歳の石川佳純さんの20代コンビにも刺激となり、チームが活性化しました。今回も張本美和選手が加わることで新たな化学反応が期待できるというわけです。渡辺監督が伊藤選手は日本卓球界の宝と語るように、残してきた功績は世界トップクラス、実力も十分に兼ね備えているものの、さまざまな要因が重なって代表入りはならなかった。一方で逆転で選出となった張本美和選手は、ここまで来られたのは自分でもびっくりしている、選んでもらったからにはしっかり責任感を持って頑張りたいと力強く宣言。絶対女王、中国撃破への切り札となるのでしょうか。次は元男子卓球日本代表で伊藤美誠選手ともダブルスを組んだことのある水谷隼人さんが伊藤美誠選手の代表落ちについてコメントを出していたので見ていきたいと思います。2008年北京五輪から4大会連続で五輪に出場し、金1個を含む計4個のメダルを獲得した元卓球選手の水谷隼人さんが6日テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショーに出演。5日に発表されたパリ五輪の代表候補予定選手について解説しました。注目された女子の団体戦要員となる3枠目に、日本卓球協会は15歳の張本美和選手を選出。東京五輪で混合ダブルス金メダルの伊藤美誠選手は、世界ランキング選考ポイントともに張本美和選手を上回りながら落選となりました。番組では張本選手が選ばれるのではと考えていたという水谷隼人さんの見解を紹介しました。その理由について水谷隼人さんは、去年から張本選手は本当に成績が伸びてきて、国際大会でも中国選手に肉薄するような試合も多かったですし、国内の選考でも上位に常に食い込んでいるような状態でしたと解説。一方の伊藤美誠選手については、なかなか国内外の試合で成績を伸ばすことができなかったと指摘しました。さらに大きなポイントとなったのがダブルスだと言います。団体戦というのは1番でダブルスがあります。張本選手は去年中国のエースペアにダブルスで勝利していますし、国際大会でもツアーでも優勝経験があります。非常にダブルスが上手です。張本美和選手の存在は世界一の中国にとっても脅威になると言います。伊藤選手がどうしてもなかなかこう伸びてない、しかも研究されているという中で、張本美和選手はまだ情報が少ないというところで、中国としてもこれからかなり研究してくるんじゃないかなというふうに考えられますと指摘しました。パリ五輪の代表が出揃いましたが、補欠1人は今後日本協会の強化本部が決定します。発表時期は日本オリンピック委員会への推薦期限直前。2021年東京五輪時は同年6月に発表されており、今年6月頃になりそうです。2016年リオデジャネイロ五輪では平野美宇選手が補欠に回ってサポート。その後
東京五輪では代表に入り、団体銀メダルを獲得しました。東京五輪では早田ひな選手が補欠で、パリ五輪ではエースとしての活躍が期待されています。日本協会の馬場美香強化本部長は、リザーブのエントリーをするのに必要な期限がある、そこの前に決めたい、体の状態もあるので、できる限り五輪に近い状態でリザーブを決めたいと話しました。また女子日本代表の渡辺武弘監督は、リザーブは5月か6月になる、選手の状態を見て判断する、伊藤選手という可能性も当然ありえますし、他の選手の可能性もありえます、そこはフラットにと思っていますとし、今後また今週に合宿があるので本人と話そうとは思っていますと伊藤美誠選手に落選理由などを説明するとしました。いかがだったでしょうか。パリ五輪代表から選出落ちしてしまった伊藤美誠選手、ネットではいろいろな意見が散見されますが、皆さんはどう思ったでしょうか。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。また取り扱ってほしいアスリートがいればコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。